びっくりさせるな。昼休み終了、定員になりました。職場にお戻りください。はいはい、お仕事お仕事。俺には秘密がある。もちろん家族には内緒だ。俺は母親の愛情を知らない。結婚に対する憧れが人一倍強かったわけも自分自身納得している。俺は妻に女性を求めたのだ。どうしたんすか？ああ、先に行っててくれ。急いでくださいよ。すぐ行くって。私に名前はないの。にゃお。私、恋をしたいと思います。何を言ってる。今の言葉はプログラムした覚えはないぞ。寂しいんでしょ。どうしたんだよ一体。私聞こえたし感じたわ。あなたってまだ少年なのね。意識を確認するなんて驚きだな。Thank you.
俺に踏み込んじゃダメだ。私の存在って何？もっとそばにいたい。機械が痛みを感じるか？ロボットにグルメなんていないだろう。ロボットに人格があるか？でも私は私をよく知ってるもん。たくさんドキドキしたいの、私の意志で。やだ、シニカルな笑い方してる。Huh.